はい、もこフィットネスです。今日はですね、トレック新型マドンのお話です。はい、ですね、まあさすがにね、無視はできなかったですよ。今回の、ね、新型マドン、いいかなと思ったんですけど、わざわざ僕がね、お話ししなくても別で、僕トレックファン、まあトレック嫌いじゃないですよ。別トレックって言ってね、常日頃言ってる人間ではないですけども、そんな僕でも、ちょっと今回のね、この進化はちょっとね、無視できないところなんですけども、まあ皆さんご存知の通り、トレックが新型マドン、現8、でしょうか。発表になりました。第8世代だそうです。で、まあ一応ね、ざっくり、超軽量のエモンダっていうものがありました。そしてですね、エアローに特化したマドンですね、がありました。それを、足して2で割った感じですね。軽量エアロー、ロードバイクですね。まあ、スペシャライズド3もやっていましたし、ピナレロはね、僕の持ってるピナレロは、まあ昔からね、ずっと、1本でやってきたんですけれども、まあどこのメーカーもね、そういう風な方にシフトしてきましたね。ようやくかと、僕から言わせると、ようやくこの時代に突入したなっていうところです。まあ実は僕、見た目は正直エアロロードバイク、ね、ここ10年間ぐらい続いたんですかね。エアロロードバイクの見た目は大好物です。正直超好きです。だけど心の奥底に、実際は軽量エアロバイクの方がロードバイクとして、ロードレースとしてパフォーマンスを出すには軽量バイクの方が絶対上なんだろうなって心のどっかに思ってました。いくらエアロって言ったって、やはり軽量ロードバイクにはやっぱりね、ロードレースとしては勝てないと思います。実際だけどやっぱりあの男の子、としてはかっこいいものにまたぎたいっていうところあるじゃないですか。で、まあ軽量バイクって、ごめんなさい、本当に見た目が本当に心の底から好きな方にとってはちょっとイラッとくる言い方かもしれないんですけども、まあ、軽量バイクってちょっと僕正直ね、しょぼいなっていう、あんまりかっこいいさをね、僕あんまり感じれなかったんですよ。だから性能を犠牲にしてまでも僕はエアロロードバイクをずっと乗ってきたんですね。で、そういう中ようやくかっこよさとロードバイクとしての本当の性能としての本質、軽量バイク、これがようやくドッキングして出始めた、ようやくかっていうところになってきましたね。僕から言わせれば、というところでね、ごめんなさい、まあね、本題のトレック、僕のね、究極系だと思うこのエアロ軽量ロードバイクですね、トレックも出しました。で、先ほど言った、軽さはエモンダ並みとされていて、スピードですね、スピードは前回のマドン現7と同等です。なので結局トータルとしては、1時間あたり77秒早いという風になりまして、さらにですね、まあエモンダ並みに軽いということなので、前回の現よりも、現7よりも、320g 軽量になりました。そしてですね、剛性力ですね、横の剛性力も、前回の、現7より全ての剛性ですね、一つ一つの部位を、全部出しても全部剛性力が今回の方が高いです。横剛性が高いです。まあそれはそうですよね。エアロロードバイクのようにこう細長くカムテール型ではなくなったので、若干こうね、全体的にフレームがつぼまったので、そもそもエアロロードバイクっていうのは横剛性があんまり強くないですからね、それでまあ横剛性が上がるっていうのは当然の、ことだと思います。なのにエアロ効果が前回よりも上っていうのね、もう本当にコンピューターにぶっ込んで、何回もねシミュレーションして叩き出した数字なんでしょう。で、その横合成に一役買ってるのが、まあトレックさんが昔からやってる、OCLV カーボンですね。これが何のカーボンなのか分からない、まあ発表はね、あれこういうでかい会社はね発表はしないんですけども、まあ、前回が800っていうシリーズで、今回は、OCLV カーボン900っていう風に、久々上がったの
かな、久々に800から900に上がりましたね。で引き続き、イソ、フローですね、これいつもね僕イソフローつって怒られてましたけど、イソフローですね、後ろのねシートステイのところにね大きな穴、もうトレックがねトレックのね、一つのこれがトレックシンボルみたいになってきましたね。はい、でそしてですね、まあ新型を出してここら辺は全部当たり前だとは思います。で1本に絞ったのでここら辺は全てここもね当たり前の結果だとは思うんですけども、僕がねとりあえずここ数年で感じたことで、ちょっと気になる2つですね。はい、まあ僕もねいろいろロードバイクねこうね自転車屋さんで働いたりして、いろいろねあのね機材音痴の僕でもいろいろね僕もこ自身もアップグレードして、最近のもこからしてのちょっと気になるところ何点かあるんですけども、まず一つですね、今先ほど言った、アイソフローですね。はい、ここは、まあ、もちろんエアロ効果に対しても、いいですけども振動吸収ですよね。で僕ここの振動吸収舐めてました。というのはあのね、最近ね僕ドグマ、F を購入しました。そこで最新のフレームを乗って分かったんです、振動吸収がどれだけスピードアップに、貢献するのかってこと。振動吸収なんてどのメーカーもよく言ってたんですよ。振動吸収が良くなった振動吸収が良くなったって別に振動吸収なんて別に甘えじゃないのみたいな、別もガチガチでいいじゃん、別にスピードには直結しないじゃんっていうのがどっかにあったんですけど、その振動吸収がどれだけスピードに反映するか、乗ってみてね、まあドグマ F ですけど、乗ってみて分かりました。ああいう素晴らしい振動吸収のいい自転車で、なんでかっていうのは、まあ、もちろんそのお尻の、ね、でから上半身の振動吸収がないのは、まあ、快適とかいうこともいいんですけども、絶対にペダリングの妨げにならないんです。つまりローラー台に乗ってるかのようなシチュエーションで外で走れる、もうここだと思います。ローラー台の上でトレーニングするときって出力守れますよね。はい、例えばまあ FT あ、行き地層20分15分やるときにローラー台で、振動なんてあるわけないからそのワットでずっと縛れるじゃないですか。ところが外に出ると段差とかあったり、まあその道のロケーションによって下り上りとかありますよね。いろんなシチュエーションによってペダリングそのフォーム一定じゃ定まらなくなるんですよ。でそれはまあ究極系がローラー台なんで絶対にまあそこに近寄せるっていう一定にワットを絶対に踏み続けられるっていうところにいかにロードバイクが寄せていくかっていう、まあそれはもう永久の課題だと思うんですけども、それがこの、どの、メーカーもやってる振動吸収なんだと思います。要は出力を一定に保てる、踏んでみたり休んでみたり踏んでみたり休んでみたりっていう、まあそれはあのレースの展開とかでは致し方なくなってしまいますけど、それはもうローラー台でもねズイフトのレースとかでやってたって同じなんですけども、そういうことじゃなくて一定で踏まなきゃいけない時に、もうね地面とかそういうシチュエーションによって踏んでみたり休んだりってやってると疲れちゃうんですよね。それが一定に踏み続けられる、はい、その安定力がいかにスピードにつながるかってことがね分かりました。なのでこのね、アイソフローこれはね乗ったことはないですけどいい進化だと思います。相当これ振動吸収歌ってますからね。はい、で次に、気になる点がここですね。ボトムブラケット等ですね。はい、スペシャライズドもそうなんですが、今回のトレックもそうなんですが、もう自転車屋さんで取り扱うのはもうやめちゃって、トレック、代理店トレックのみでトレックジャパン、まあスペシャルだったらスペシャルジャパンですね。そこでしかそういう、BB とかあとディレイラーハンガー等ですねが取り扱いがないので、要は買うときは本腰入れて買いに行く、何百万もするものを買いに行くから、重い腰を上げて買いに行く、気合入って買いに行くんですけども、まあね長年乗ってちょいというメンテナンスが近く最寄りにトレックさん、スペシャルさんそういうところがあるんだったら全然問題ないんですけども、ところが
ですね、その専用部品ですね、まあ、BB、特に BB とディレイラーハンガーですね、こういうのが気軽に、ね、ちょっと取り扱われてないので、近くにそういうトレックがない方は自分で直せるにしてもちょい面倒くさいのかなってところですね。はい、これは正直あります。はい、もうだからもう BB も共通にしろやってね、もう皆さん独自でキャノンデールとかさんも、もうみんな自分で独自で作るようになっちゃって、ここはね、もう一つにまとめようっていう感じですよね。どうですか皆さん。はい、もうね、もうまあだからフィナルエロ好きなんですよ。もういいっすよ、シマノのあれで。もうまあだけどね、合成とかね、みんな細かいところをね、歌ってね、性能差をね、こう違いを出したいのでね、仕方ないところではないでしょうか。そしてですね、トレックの最後の気になる点一つはですね、まだ少し進化が残されたのかなっていうところで、まあ、前回のね、ピナレロの話でじゃないですけども、スルアクスルの部分がね、めくらですね、めくらにしてないですね、ここら辺がちょっと気になりました。まあ、ここら辺が多分次の、ね、次の第9世代では消えて、多分めくらにするんでしょう。まあ、少しね、残しておかないとね。もう本当に究極系作っちゃったらね、もうやりようないですからね、少し残しておかないとかなってとこですかね。で、そして最後にここですね、サイクルボトルのね、エアロ化ですね。で、これはもう BMC さんがね、5、6年前にはもうやってたんじゃないかな。はい。どう考えてもサイクルボトル周りがダメだっていうとこで、はい。で、キャノンデールさんもちょい前にやったのかな。で、まあ、トレックさんもまあ新作ってことでやってきました。で、これがね、普通の自転車にもね、利用できるようだったらね、これはね、わざわざトレックに行って買うぐらいですね。はい。これは本当にいいと思います。これはいい進化かなと思いますね。はい。で、トレックなので、サイクルボトルのね、ボトル自体がね、なくなるってことは多分ないんですよ。こういうのって、僕も一回買ったことあるけど、廃盤になってしまったりするんですよ。独自のそのボトルメーカーから出したりすると。ところがですね、まあ、トレックさんが出したりするので、まあまあ、なかなかなくならないだろうとは思うんですよ。はい。こういう大手メーカーが出してくれると、長くいい気が続いてくれるので、廃盤にならないのかなと思って、いいところの一つになりますね。はい。まあね、もうトレックさんのね、一番いいバイクですね。ええもんだって感じですよね、本当に。コメントコーナーなんですけども、ママパパさんのコメントですね。前回のインプレ動画です。どこの自転車系 YouTuber も良好なインプラしてても、プライベートでは絶対使用しないから、いい意味で分かりやすいインプレと、理解しております。ありがとうございます。まあ、最後にですね、品のないドグマがかわいそう。これ最後がいらない。僕ほど品のない人間はないから。僕はね、本当に中学校の時から品がない人間なんですよ。でね、ちょっともう品がなさすぎて、逆に品のある人間を見るとちょっとイラッとさえするね、タイプでして。だから食い放題とか行った時も、ね、若い頃ね、大人数で友達たちとご飯食べ行って、まあその中には品のあるやつがいたりするんですけども、やっぱりね、品のあるような食べ方するんですけど、僕昔からそういうところに行くと、どうにかしてその品のある人を品のないように仕向けるか、この僕どうこう崩していくか、攻略するかってことにいつもこう闘志を燃えていまして、で、隣で落ち着いて品よく食べてるんですけど、僕はもうガッツ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 、もう寿司も手で手でガッていっていくし、焼肉ももうちょっと生焼けぐらいでガッサー食べるし、でもこの海賊のように食べてて、調子に乗ってたら食中毒にあったから。次のコメントですね。はやじいさんが、コメントしました。ご存知かわかりませんが、バズーカ岡田さんに似てますよね、かっこ笑い。すみません、全然関係ない、ないね、内容で。これ僕全然自分で似てないと思うんだけど、よくこのコメント来る。もう昔、もう2年3年前からバズーカ岡田さんに似てるって言われて、もう全然似てないから。で、最近バズーカ岡田さんも、なんか少し落ち着いてきちゃって、ちょっと前は大
埋胸筋が歩いてるって言ってたんですけども、最近言わなくなっちゃって、オープニングがもう全人類の、ホモサピエンスの皆さんお疲れ様ですとか、どんどんなんかニッチな方向に行ってるよね。でもね、早爺さんはね、これバズーカ岡田さんね言ってもね、こうちょっとねかっこいいね、マッチョでかっこいい男前な人にね、似てますってね、まあある意味ね、似てないけど、まあ嬉しいです。うちはね、家族からね、僕ねナスビに似てるって言われるから。はい、そんな感じですね、今日も終わりにしましょう。いつもとですね、ちょっと楽しかった、いいね、チャンネル登録お願いします。そして下の概要欄から SNS チェックしてみてください。サイクルジャージインフィニットよろしくお願いいたします。それじゃあまたお会いしましょう。バイバイ。